こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。クジラは地球上で大きな生き物であるにもかかわらず、私たちが人生の中で出会う機会はなかなかない、不思議な存在だぜ。そうだね。人生で一度ぐらい白流すクジラを見てみたいな。ところで、クジラが大爆発を起こすということを知っているか？え？クジラって爆発物なの？時と場合によるけど、条件が揃うと大爆発を起こす可能性があるんだぜ。実際にそんな事故も起きているんだ。嘘？一体どんな事故？ということで、今回はなぜクジラが爆発するのか、過去の大事故や、日本での事例など紹介していくぜ。この動画では、クジラと人間の関わりや、なぜ座礁事故が起こるのか、その原因の可能性についても紹介していくぜ。それではゆっくりしていってねー。クジラは、哺乳類のクジラ目、もしくは鯨偶蹄目、の鯨王式類に属する、水生動物の総称だ。有名なのは一番大きい白流すクジラだろう。クジラの中で最大だけでなく、世界の生き物の中で最大の生き物でもあるぜ。一体何メートルあるの？白流すクジラは、体長 34.5 メートル、体重は190トンもある。もはや生き物とは思えないサイズだね。クジラは、ハクジラ類とヒゲクジラ類に分類されるぜ。それぞれ名前の通り、ハクジラ類は、顎に歯を持ち、ヒゲクジラ類は歯を持たないけど、上顎から生えたヒゲ板、またはゲイスと呼ばれる器官を使って、オキアミやコペポーダ等のプランクトンや、小魚等の小さな餌を大量にこし取り、食料としてるぜ。小さい子がお絵描きで描くようなクジラはヒゲクジラの方だよね。ヒゲクジラの方が大きい種類が多く、ハクジラの方はやや小型が多い。ハクジラの方は主に魚類や深海のイカ類などを食べているぜ。イルカみたいな見た目だね。確かに、イルカはハクジラに分類されているぜ。体長3メートル以上をクジラ、3メートル以下はイルカと呼ぶことが多い。でも、イルカとクジラの区別はとても曖昧だ。ユメゴンドウクジラなどは体長3メートル以下の場合もあるし、クジラとして一番小さな小川コマッコウは、体長 2.1 メートルから 2.7 メートル、体重135から275キログラムと反動イルカより小さい。一概に体長の大きさだけというわけではないんだね。クジラの祖先は、パキケプスという、約5300万年前の南アジアで、水陸領域に生息していた、四つ足の肉食性哺乳動物の仲間だったと考えられている。現在知られている中で、最古の原始的クジラ類に属している。クジラの祖先は地上を歩いていたの？パキケプスは、陸上で体を支えることができるしっかりとした足と蹄を持った、有蹄動物だ。体の大きさは狼ほどで、長い尾を持ち、全体的に見て犬の遠い親戚のような外観だったと想像されているぜ。蹄がある犬みたいな生物がクジラの祖先？全然違う生き物。パキケプスの化石はパキスタン北部やインド西部から発見されている。彼らが生息していた頃は、この辺りはテキス海と呼ばれる遠浅の海が広がっていた。高温で、今の陸地にまで海が広がるような時代だったぜ。生物量の豊かな熱帯の海であったと考えられていて、この環境が多くのクジラ類を育んだとされているんだ。生命の進化にはいろんな不思議があるけど、もしかしたらこのクジラの進化が一番びっくりな進化かも？クジラは、人間との関わりにも長い歴史がある。日本では縄文時代の遺跡から、イルカやクジラの骨が大量に発掘されたり、クジラの骨を使って作られた土器や骨を加工して作った道具や、装飾品などがたくさん発見されているんだぜ。そんな昔からクジラは日本人と関わりがあったんだ。また、日本最古の歴史書古事記の中にもクジラ、として登場している。古事記にも？でもクジラなんて大きいし、昔の釣り針なんかで釣れたの？日本近海では、親潮と黒潮が合流するので、多くの魚が集まり、それを追いかけてたくさんのクジラがやってきていたようだ。古代は釣り針でクジラを捕まえたわけじゃなくて、湾内に紛れ込んで動けなくなったものを取っていたと考えられているぜ。なるほどね。時代が進み、1675年には食用としてクジラを捕獲するために、和歌山にある大寺で、初めて網取り式捕鯨の技術が生まれ、全国に広がり、捕獲量が一気に増加していった。どうやって捕鯨するの？山見という見張り場所を設けて、そこからクジラを見張るんだ。クジラを見つけると、のろしや旗で、クジラの種類や居場所の方角を知らせる。クジラを見つけてから捕まえに行くんだ。知らせを受けると、船が3隻出され、獲物となるクジラに網をかけに行くぜ。そして、網に絡まって動けなくなったところを、森で襲うんだ。それなら網にかけて動けなくなったところを確実に仕留められるね。でも、昔の船って人力でしょ？そんな大きなクジラをどうやって陸まで運ぶの？ハザシと呼ばれていた触手の男の人が、弱ってきたところを狙って、口に小刀を加えて海に飛び込み、刺さった森を手がかりにクジラによじ登って、
頭頂部にある鼻の穴に切り込みを入れて、ロープを通すんだ。そのロープを2隻の船に渡してクジラを挟み込み、陸まで運び、解体するというのが一連の流れだぜ。随分ワイルドだね。勇敢な人じゃないとできないね。現代じゃさすがにそんな量はないだろうね。現在では、国際捕鯨取締条約に基づく調査捕鯨や、一部地域での小型捕鯨のみが行われているぜ。何のために調査捕鯨するの？クジラの生態や個体数などを調べるために行われるんだ。ただ、一部の環境保護団体は、調査捕鯨が商業捕鯨の名目に過ぎないと主張して揉めている。一時期そんなニュースがあったね。アメリカの環境保護団体、シーシェパードは、何度も妨害船を日本の調査船に衝突させたり、調査船のスクリューにロープを絡ませたり、調査船の乗組員に向けて薬品入りの瓶を投げつけたりなどしているぜ。随分過激な妨害行為だね。でも実際のところはどうなの？日本としては、クジラを絶滅させないよう、条約に従って捕鯨をセーブしている。でも、このような過激な行為が続くのは日本にとっても危険なので、シーシェパードと、この団体の創始者に対して、妨害行為をやめるよう求めてアメリカ連邦地裁に提訴したんだ。この裁判では和解に至っているぜ。それならもう危険な妨害行為はないだろうね。ただし、シーシェパード、オーストラリアは、この和解についてアメリカの裁判であり、オーストラリアの私たちには関係ない、と話し、今後も妨害を続けるつもりのようだな。確かに生き物を守りたい気持ちもわかるけど、だからといって人間に危害を加えていいわけじゃないよね。ところで、クジラには鼻の穴があるけど、どこについているかわかるか？さっき、ワイルド漁師さんが、頭にある鼻の穴に切り込みを入れてロープを通すって言っていたよね。クジラの鼻は頭にあるの？その通り。これは鼻孔と呼ばれる噴気孔なんだ。頭についているけど、哺乳類と同じように鼻があるんだね。祖先のパキケプスが陸上メインで生活していた名残であることや、クジラは哺乳類であることから、肺呼吸をするようにできているぜ。鼻の穴も二つあるの？鼻孔は、ヒゲクジラ類には二つ、ハクジラ類には一つあるぜ。ふん。でも、起きている時は水面に上がって呼吸ができるけど、眠っている間に溺れたりしないのかな？そこはとてもうまくできている。実はクジラは泳ぎながら眠るそうだ。眠っていても泳げるの？脳には右脳と左脳がある。クジラはこの左右の脳を同時に睡眠状態にしないことができるんだ。つまり、右脳か左脳のいずれかは常に覚醒していることになるぜ。それは器用だね。人間には備わっていないけど、このようにして右脳と左脳を交互に休ませるのは比較的多くの哺乳類に見られる性質と言われているぜ。同じ鯨類のイルカもそうだし、長距離を移動する渡り鳥も同じ方法で睡眠をとっている。そうなの？人間もできたら24時間ゲームできるのにな。人間は必要がないからできないのだろう。捕食から、出産、育児そして睡眠もすべて海の中で行う彼らには必要な進化だったんだろうな。ゲームがやりたいだけじゃ進化しないのか。ところで、ハクジラ類はエコーロケーションによって周辺環境を確認したり、獲物の捕食をしたりしているぜ。エコーロケーション？エコーロケーションというのは、鼻の穴の奥にあるヒダを震わせて、音や超音波を出し、跳ね返ってくる音を聞いて様々な状況を把握する能力だ。何のためにある能力なの？海の中では陸に比べて視界が悪い上、夜の海は真っ暗で視界はないに等しい。代わりに音は空気の中を通るよりも5倍の速さで伝わるので、その音の性質をうまく利用して障害物を避けたり、仲間とコミュニケーションをとっているぜ。なるほどね。エコーロケーションの際に出す音は大きく分けて3種類ある。ピューピューと笛を吹くような澄んだホイッスル、ギリギリときしむようなクリックス、キャーラーという濁ったバーストパルスだぜ。それぞれどういう時に使われるの？群れでのコミュニケーションはホイッスル、岩などの障害物や魚やイカなどの餌の位置などの把握にはクリックス、激しく体をぶつけ合ったり威嚇したりするときにバーストパルスを発すると言われているぜ。ちゃんと使い分けているんだ。エコーロケーションについては現在も研究が進められているぜ。ヒゲクジラはエコーロケーションしないの？ヒゲクジラ類はエコーロケーションはできないんだけど、代わりに低周波を出してその反響から地形を認識したりしているんだ。低周波だなんて、なんだか体がほぐれそうだね。海中では、水圧や水温の関係で、音の伝わるスピードが遅い場所と速い場所がある。音のスピードが最も遅く、遠い地点にまで音を届けることのできる総合サウンドチャンネルというぜ。クジラが音楽番組でも流しているの？確かに、オスのヒゲクジラはこれを利用して、メスを引きつけるために歌うなんて言われているな。ただ、まだ謎な部分もあって解明はされていない。でもあんなに大きなクジラが求愛の歌を歌うだなんてちょっとロマンチックだよね。2023年、大阪湾の淀川河口に、一頭のマッコウクジラが迷い込んできたという事故があったぜ。確か淀川の淀ちゃん、
って呼ばれていたよね。でも死んじゃったよね。無事に沖へ戻ることを祈る人たちの願いも虚しく、すでに弱っていたため助けてあげることができなかったぜ。死んじゃった後はどうなったの？大阪港で作業船に積み込んだ後、爆発しないように体内のガスを抜き、専門家による学術調査を実施してから海に沈められたぜ。爆発って、クジラだよ？別に爆発物じゃないでしょ。動物の死骸の内部にはガスが溜まることがあるんだ。それが原因で、過去にはクジラの死体が爆発する事件が実際に起きているんだぜ。そのため専門家たちは淀ちゃんの死後の処理には悩まされたんだ。そうだったんだ。この時は爆発せずに済んだけど、過去にあったという事件はどんなものだったんだろう？クジラの爆発には、自然破裂する場合と、人間によって意図的な発破で爆破させられる場合があるぜ。それぞれについて、具体的な例を見ていこう。ごくり。クジラが自然破裂した事例では2004年、台湾の事件があるぜ。海岸に全長17メートル、重さ50トンのオスのマッコウクジラが打ち上げられたんだ。随分大きいクジラが打ち上げられたね。着岸して死んでしまって、腐敗が進んでいる状態だったぜ。でも、爆発の危険性が見られないと判断され、台南市の大学がこのマッコウクジラを解剖するためトラックに乗せて移送したんだ。ところが移送中、なんと市内の中心で、しかも600人近い見物客がいるところで大爆発を起こしてしまったんだ。きゃあ、そんなにたくさんの見物人がいるような場所で？でも爆発の危険はなかったんじゃないの？どうやら引き上げる時にクレーンのケーブルが締まり、意外の内部が損傷したせいでガスが集まって爆発したと考えられるぜ。見物人は大丈夫だったの？それが、クジラの死骸の破片が飛び散り、4人も死者が出たそうだ。ええ？クジラの爆発ってそんなに威力があるの？さらに、そこら中にメタンガスが漂ってしまい、それに引火して火災も起きている。火災まで？街の中で爆発したため、クジラの血や内臓が道路や建物にまで飛び散り、ひどい悪臭に地元の人たちのダメージも相当のものだった。何度も洗濯してもその悪臭は落ちなかったほど強烈だったそうだ。あららー。さらにその爆発後、クジラの性器の大きさに興味津々だった男性たちが100人以上も集まったとか。不謹慎だな。気持ちはわからなくもないけど、爆発を起こしたものの、残された死骸は大学の教授らによって、骨格標本が作られた。保存することができた臓器や内臓もあり、これらは2005年4月8日から、台南市の博物館で展示されているぜ。爆発したマッコウクジラも、被害に遭った人たちも残念だけど、この事件があったおかげで私たちはクジラの死体の危険性を知ることができたんだね。さて、もう一つ、クジラが意図的な葉っぱで爆破させられた事例も紹介するぜ。それはいつの話なの？こちらは1970年だ。アメリカのオレゴン州の海岸に、体長14メートル、重さ8トンのコククジラが打ち上げられたぜ。この海岸の管轄はオレゴン高速道路局で、彼らはアメリカ海軍と協議して、クジラの遺骸を、ダイナマイトを使って爆破させることにしたんだ。ダイナマイト？死骸がバラバラに吹き飛んでしまえば、鳥など他の動物が食べてくれるだろうと考えたわけだ。さすがアメリカ。やることが大きいよね。うまくいった？それが、うまくいかなかったんだ。500kg ものダイナマイトが用意されて爆破されたけど、信じられない範囲にクジラの死骸が飛び散ってしまったんだ。飛び散った死骸の中には、海岸からかなり離れた距離にまで落下したものもあって、自動車を押しつぶしてしまうほどの威力だったそうだ。ひどい。しかも、盛大に爆発させたものの、クジラの大部分は残り、結局オレゴン高速道路局の局員が撤去しなければならなかったそうだぜ。せっかく跡形もなく片付けられると思ったのに、実はそれから9年後の1979年にも、また近くの海岸に41頭ものマッコウクジラが着岸して死んでしまう事故が起きている。41頭も？まさかまたダイナマイト使ったとか言わないよね？州の公園当局も、ダイナマイトの被害から教訓を得て、この時はクジラたちを焼いて埋めたんだそうだ。41頭も処理するのは大変だっただろうけど、ちゃんと教訓が生かされていたんだね。現在では、腐った死体がサメをおびき寄せて、海岸の利用者を危険にさせてしまうことから、死んだクジラを処分するときは、沖まで連れて行ってから沈めることになっているそうだぜ。その方が、死んだクジラのためにもなると思うよ。今紹介した以外にも世界ではクジラの爆発事故は起こっているぜ。日本ではクジラの爆発は起きていないの？大ニュースになるほどの事例はないけど、過去に東京湾で海上に浮かぶクジラの死体が発見されて、爆発の危険があるから周囲を航行する船舶に注意を呼びかけたことがあるぜ。へえ、そんなことがあったんだ。福岡県北九州港の沖に、マッコウクジラの死骸が漂流しているのが発見されたこともあったぜ。海に浮いたプロパンガスと同じ状態だから処理に時間がかかったそうだ。どうなったの？
結局クジラは爆発には至らず、最終的には埋葬されたけど、いつ爆発するかわからない状態は、作業に当たる人にとっても恐怖だったことだろうな。ドラマの爆発物処理班みたいなものだもんね。ただ、クジラが死んでしまったら必ず爆発するっていうわけではない。むしろほとんどの場合は爆発しない。ただ、過去の事例があるので確実に爆発しないとは言えないだけだ。そうなんだね。ちなみに、日本で初めてクジラの死骸処理が大きな問題となったのは2002年だ。鹿児島県大浦町の海岸に、なんと14頭のマッコウクジラが打ち上げられた事故が起きている。日本でもそんなに大量のクジラが打ち上げられる事故があったんだ。そのうち1頭は関係者らによる懸命な努力の甲斐あって救出に成功したそうだ。よかったね。ただし13頭は死んでしまった。骨格標本にするために1頭は砂浜に運べたけど、この作業がとても大変だったことから残りの12頭は海に廃棄されたんだそうだ。12頭も巨大なクジラを海に連れて行くことも大変だっただろうけどね。また、クジラを助けようとして別の事故になった例もあるぜ。2007年に愛媛県宇和島市の入江に迷い込んだクジラを、船で外に追い出そうとしたところ、クジラが暴れて船が転覆し、一人が死亡してしまっているんだ。そっか。野生のクジラを扱うときは慎重にしなきゃいけないね。こうしてみると、実は日本でもクジラが座礁したり、迷い込むケースは意外とあるんだ。大きなクジラが年に20から30頭ほど座礁すると言われているぜ。じゃあ、ヨドちゃんもそんな中の一頭だったんだね。でも、大阪湾に生きたままのクジラが侵入するのはとても珍しいことだったそうだ。日本ではクジラの死体の処理方法については大きく分けて3つある。砂浜など陸に埋める方法、細かく切って焼却する方法、そして海に沈める方法だ。ヨドちゃんはなんで海に沈めたの？埋めたり焼いたりすることもできたんでしょ？ヨドちゃんはマッコウクジラとしては最大級で、体長が15メートル、体重40トン近い大きさだったからだということもあるけど、大阪港湾局の担当者たちの配慮もあったようだぜ。配慮？その巨体からそのまま燃やすことは難しい。となると、細かく切り分ける必要がある。でも、陸地に引き上げて解体すれば、きっと人目に触れてしまうことになるだろう。あの時はすでにヨドちゃんは人気者となっていたからね。ヨドちゃんが切り刻まれる姿がテレビで生中継されたり、SNS で拡散されれば、子供たちも悲しむだろうね。そんな懸念が関係者の頭をよぎったのかもしれないな。また、大阪市長も海から来たクジラくんですから、亡くなってしまったら海へ返してあげたい、といった優しい方針を出していたそうだ。爆破されなくてよかったね。それに腐敗臭も広がっていたから、早急に判断することも求められていた。そんなことで海に沈める方法に決まったんだろう。でもクジラってどうやって沈めるの？ガスや脂肪が多いから浮かんじゃうんじゃないの？水深が深い場所に沈めると、浮き上がってしまう可能性がある。なので、重りをつけて確実に沈めることが重要だ。ヨドちゃんは沖まで運ばれるとガス抜きが施され、そこで、およそ30トンの重りをつけて、海へと帰っていったそうだぜ。やっと元いた海に帰れたんだね。安らかに眠ってください。それにしても、なぜクジラは爆発する可能性があるのか気にならないか？なんでだろう。腐敗したことでガスが発生するというのは他の生き物も同じなの？そうだ。これはどの動物にも当てはまることだ。生き物は、死んでしまうと腐敗が進んでいって、その生き物の体内で、細菌や微生物によってメタンガスなどのガスが作られる。でも、人間や、他の動物は死んでも爆発したりしないよね。例えば野生の動物の死骸は、ガスが溜まって破裂したとしても、体のサイズ的に、大爆発には至らない。あるいは、ガスが溜まる前に他の動物に食べられてしまうという場合がほとんどだぜ。ふん。クジラは？クジラの場合、体が大きい分、ガスの量も多くなることがポイントだ。それを排出する穴がない場所で起きると、ガスはどんどん体内に溜まっていくぜ。クジラの場合は、徐々に体が膨張していき、耐えられなくなると一気にガスが放出され、大爆発に至るんだ。クジラは大きさから、サメとかに食べられない限り、どんどんガスが溜まりやすいんだね。だから大爆発を起こしてしまう可能性があるんだ。しかも、その威力が凄まじい。これまで見てきてもわかるように、飛ばされた体の破片で人が死んだり、車が潰されるほどの威力がある。だから、すべてのクジラの遺骸が爆発するわけじゃなくても、私たちは最悪の被害を想定して、細心の注意を払う必要があるんだね。さて、そもそもなぜクジラは座礁してしまうのだろうか。ほんと、それ。しかも、集団で座礁するケースもあるよね。もしかして、何か海で異変でも起きているのかな？かつても、地震の前兆などと言われたり、未確認生命体に間違えられたりすることもあった。いくつかの要因があるので紹介していこう。海の中では何が起きているんだろう？
クジラの座礁にも色々あるぜ。まずクジラにも寿命があるので、普通に死ぬ場合もある。海上で死ぬと水面を漂っていたり、沖合で漂流していたりすることがほとんどだ。そんな意外が、稀に海岸に打ち上げられてしまうことがある。もし寿命を全うして死んだのであれば問題ないね。地形の問題でクジラが迷いやすい海岸線だったり、海流や風向きの変化、他にも病気や寄生虫による健康問題なんかも考えられるだろう。海の中の出来事はなかなかわからないよね。生きたまま打ち上げられるパターンや、浅瀬まで来て帰れなくなってしまう場合もある。これにも、いろんな理由があるけど、例えば、クジラがシャチやサメなど敵から逃げるときに、誤って湾に入ってしまって、抜け出せなくなったりすることがあるようだ。必死に逃げていたら、迷い込んでしまうのも納得だね。そして、何らかの障害でクジラの超音波や磁場を探知する機能に、異常をきたしたりすることもあるそうだぜ。なんでクジラの大事な機能に異常が起きるんだろう？それの原因の一つに人間の活動が関わっている場合もある。どういうこと？例えば、船舶や漁網との衝突だったり、ソナーという音波を使った探知装置がクジラにストレスを与えて、座礁につながることもあるそうなんだ。船のソナーが関係しているの？ソナーは、水中を伝わる音波を利用して、水中及び水底の物体を探知する装置のことだ。これが、実はクジラにとっては大きなストレスになっていることがわかっているんだぜ。そうだったの？ソナーは、1910年代に開発され、1960年代には、さらに改良され普及も拡大した。しかし、これと同じ時期に赤棒クジラが、大量に座礁するという現象が頻繁に起こっていたというんだ。だから、ソナーはクジラにとって大きなストレスになっていたと考えられているんだね。また、人間が関係しているのはソナーだけではない。近年、深刻化しているプラスチック問題もクジラたちの座礁の大きな要因になっているぜ。海に捨てられたペットボトルとか、ビニール袋なんかのプラスチックゴミが問題となっている話は聞くね。それらをクジラが誤って飲んで苦しむことがあるんだ。その結果、海岸に打ち上げられることも考えられる。実際、この数年間で、座礁したクジラの体内から、大量のプラスチックゴミが見つかった事例が何件も報告されているぜ。私たちの活動が原因で、海の生き物たちにも影響が及んでしまうことは良くないよね。私たちは、もっと海のことを考えるべきだと思うよ。クジラの座礁が地震の前兆だという噂も気になるところだな。なんでそう思われているの？地震の前に磁場が変化したことで、クジラたちが方向感覚を失っているのではないかと考えられたんだ。それにさ、もしかしたら地震が起きるときに何か大きな音があったり、振動があったりしてクジラたちのエコーロケーションの能力がおかしくなっちゃったとか？確かに未知の世界なので、そう考える気持ちもわからなくもない。だけど、実はその可能性はないそうだ。そうなの？2018年10月に、座礁したクジラのデータと地震の発生状況を比較した研究がされたぜ。その結果、地震とクジラの座礁には相関関係がないことが判明したんだ。地震とクジラの座礁は関係ないの？だとしたら、なんでだろうね。ますます謎だね。最近、世界各地で、クジラやイルカが海岸に打ち上げられているというニュースを目にするぜ。だとしたら、私たちはもっと海に関心を寄せるべきかもしれないね。最近は海を大切にしようという団体が増えていることは喜ばしいことだな。とはいえ、何もそんな団体に加入しなくたって、私たちは身近でも、海を守るためにできることはたくさんあるぜ。海岸のゴミ拾いイベントに参加するとかもいいね。ゴミのポイ捨てをしないといった当たり前のことから、プラスチック製品の使用を減らしたり、マイバッグやマイ箸、マイカップを持参する、あるいは過剰包装商品の購入を控える、そんなことでも大いに貢献できるんだ。意外とできることっていっぱいあるのかも。これなら、普段から意識して取り組むことができるね。クジラの座礁は、もしかしたら人間の環境破壊への警告かもしれないな。私たちと比べるととても大きな生き物だけど、同じ地球に生きているもの同士、仲良くしていけるといいね。今回の動画は以上だぜ。大きな海の生き物、クジラについて、大爆発の事故や、座礁の原因など、いろいろと解説してきたけどいかがだっただろうか。まさかとは思ったけど、本当にクジラって爆発することがあるんだね。しかも、その爆発の後が悲惨すぎだったよ。座礁の原因も一つとは限らない。座礁したクジラの数だけ原因があるとまで言われているぜ。少なくとも、人間による海洋汚染だけは、何としても食い止めたいよね。私もできることから始めようっと。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。